What is up guys? 皆さんこんにちは、ラテです。はい、ついにやってきました。Apple から新しく出た、iPhone 12 Pro、 iPhone 12 Pro をレビューしていきたいと思います。はい、ついにね、Apple さんから iPhone12 シリーズが出たということで、今日はこの iPhone12 Pro を使って最速レビュー Vlog を撮っていきたいと思います。僕はですね、ずっと長年 iPhone8 を使っていて、今回初めてというか、もう4年ぶりぐらいに新しい iPhone に変えるんですけど、今日はその違いじゃないですけど、8から12に乗り換えた身として iPhone12 の、シリーズの魅力を皆さんに最大限お伝えできればなと思って、撮っております。で、最速レビュー Vlog ということで、今日は、iPhone12 Pro のスペックとか使い心地とか皆さんにレビューするんですけど、スペックとかね、細かい名前とかっていうのはこうネットに載ってたり、こうマニアックな部分でもすでに出てると思うので、今日はそういうスペックとかっていうよりは、僕の正直なこう使ってみての感想とか、実際の使い心地がどうなのかっていうのを共有できればいいなと思っております。やはり、iPhone12 シリーズの魅力はやっぱりカメラということで、これがすごいアップデートされて話題になってますので、僕もちょっと今日外に出てきて、今新宿御苑にいるんですけど、新宿御苑だけじゃなくて、こういろんな場所を回りながらこう iPhone12 シリーズで撮影をして、カメラの性能を測っていきたいなと思います。まあ、やっぱりね、動画クリエイターとしてこのカメラってね、非常に大事なツールなので、写真だけじゃなくて動画とかも、どれくらい綺麗に撮れるのかとか、 Vlog 機として使えるのかとか、そういった部分も、皆さんに、シェアできたらいいと思ってますので、ぜひ最後まで見てください。はい、ということで、もうめちゃくちゃ撮影日和なので、ね、早速撮っていきましょう。はい、ということで、この iPhone12 シリーズの魅力とスペックをね、皆さんに紹介したいと思うんですけど、まず一番話題となっているのはやはり 5G ですね。 5G 対応の、初の iPhone ということで、かなりね、話題になっております。今回出てる iPhone12 シリーズのラインナップが、 iPhone12、 ノーマルの iPhone12 と iPhone12 Pro と、あと iPhone12 Pro Max と、今回初めての iPhone mini ですね。その4種類が出てるんですけど、今回僕は iPhone12 Pro を購入いたしました。で、 iPhone12 Pro の色が4種類あって、パシフィックブルー、僕が今回使ったやつですね、パシフィックブルーとゴールドとシルバーとグラファイトですね。色も4種類になってます。で、見た目に関してなんですけど、 iPhone12 Pro は特別その4種類の中でもかなり光沢感があるような作りになっていて、ちょっと見て分かるか分かんないんですけど、かなりね、こう角張った感じというか、 iPhone 11 Pro シリーズが結構こう丸い感じなのに対して、 iPhone12 Pro は角張ったというか、iPhone SE の時のような感じのスタイルになっております。で、先ほど言った通り、カメラがね、まだ大幅にアップデートしてるっていうところが一番の魅力なんで、今回ね、どれくらいすごいのかっていうのを検証できたらいいなと思っております。はい、ちょっとね、今新宿御苑の奥の方に来てるんですけど、ここにね、めちゃくちゃ声がたくさんいるんですよ。ちょっと見てください、これ。ここに声がたくさんいて、僕はね、被写体としてすごく綺麗だと思ったんですけど、アシスタントがここについて見て一言言ったのがキモいでしたね。ズームすな。さっきから結構、写真も動画もちょっといろいろ試してるんですけど、もう最初の感触としてはもうマジで綺麗、一眼に遜色ないぐらい、綺麗な写真や動画が撮れます。これはさすがに予想してたことなんですけど、その予想よりもはるかに上回ってくるって感じですね。やっぱり今日もすごい天気もいいし、自然光がこう綺麗に入ってくるし、新宿御苑で、ね、自然がやはり多いのですごく綺麗に撮れます。こういう一つの、池とか撮るにしても、木を一つ撮るにしても、広角も望遠も超広角もすごく綺麗に撮れるので、正直ね、本当に日中の撮影だったら本当にこれ一つだけでいけるんじゃないかなっていうところが今のところの感想です。この後ね、ちょっとその都会の部分にも行くので、そっちだとどうなるかわからないですけど、自然はね、めちゃくちゃ綺麗です。はい、で、 iPhone12 Pro と iPhone12 Pro Max ですね、3種類のカメラがついてて、超広角と広角と望遠レンズがついてます。で、 iPhone のノーマルの iPhone12 のノーマルの方は望遠レンズがついてないんですけど、このシリーズは3つついてるということで、超広角が 13mm、 かなりワイドですね。で、広角が 26mm で、望遠が 52mm となってるんで、それぞれのシーンに合わせて撮れるという形になってます。はい、で、もともと F 値が前のシリーズだと F1.8、 それでもかなり明るい方なんですけど、 F1.8 なのが 1.6 になったんで、前回よりも格段と明るさをこう取り入れになったので、暗いところとか、自然とかでもね、かなりこう自然光を取り入れた撮影がしやすくなってます。ということで、ちょっと3種類のカメラをちょっとここの今
今東京の都庁にいるんですけど、ちょっとここで、超広角から望遠までちょっと全て写真動画でテストしたいなと思います。皆さん見てほしいんですけど、やばくないですか手持ちで。これは今回の iPhone12 だけに限らないかもしれない。 iPhone 結構手ぶれ補正、僕個人としては結構効くと思ってるんですけど、あの iPhone12 Pro めちゃくちゃすごいですね、手ぶれ補正機能。見てもらった通り、僕今本当にこう両手でこう結構もうがっつり手ぶれ効いてる状態で歩いてたんですけど、全然ジンバルいらないぐらい手ブレが補正されて、すごいシネマティックな動画が撮れますね。多分ね、片で撮ってもいけるんじゃないかな。片で多分これシューってやってもね、結構綺麗な映像残せると思う。ちょっと手ブレ補正はね、一押しポイントですね。はい、だんだん日が落ちてきたので、ちょっと場所を変えて汐留のイタリア街に来ました。皆さん知ってますでしょうか。ここはですね、本当にその名前の通り、イタリアの街をモチーフにした場所なんですよ。なので日本にあるにもかかわらず、こういうちょっとレンガの、床とかベンチとか建物がね、全部ヨーロッパ風なんですよね。で、今たまたまだと思うんですけど、あの奥にね、BMW の高級車みたいなのが止まってて、すごく雰囲気のある場所なんで、これちょっと撮影をしていきたいなと思います。で、まあ、その前にもね、ちょっと、いろんな、アングルとか試しながらこの iPhone12 Pro で撮影したんですけど、やっぱりポートレートモードはかなり強いみたいですね。まあ、写真なんですけど、ポートレートモードで撮ると、F1.4 まで、下げれるんですけど、本当に一眼レフで撮ったような背景がボケてる感じで撮れます。まあ、ただちょっと場所によってはちょっと輪郭がぼやっとしたりとか、あの後ろがボケすぎたりとかあるんですけど、まあ、そこはちょっとこう自分で調整しながらやる必要があるっていう感じですね。はい、ということで、あの後ですね、新宿の方に移動して、夜景とか暗いところでの、ね、撮影もしてきました。はい、こちらですね、ずっと一日共にしていた iPhone、12 Pro なんですけども、まあ、夜のシーンは夜のシーンでね、またいろいろ発見がありました。 iPhone12 Pro は今までのモデルと違って、全部のカメラでナイトモードが使えるんですよ。とはいっても写真も動画も、新宿みたいなこうめちゃくちゃ街灯があるところとかビルの、ね、光が入ってくるところだと、まあ、比較的綺麗にするんですけど、やっぱこうちょっと小道に入って暗いところとかだと、まあ、ちょっとまだ一眼にはかなわないかなっていう感じでしたね。で、ポートレートモードも、今回のシリーズからは、ナイトモードが適用できるんですけど、まあ、そのポートレートモードも日中のポートレートモードと同じように、まあ、ちょっと場所によってはこう、ポワポワしたりとかぼやけるような感じだったんですけど、まあ、比較的綺麗なんじゃないかなという感じです。ちょっと1日撮影して疲れたんですけど、今日の感想としてはやっぱり日中の撮影は、ね、本当に素晴らしいです。もう写真も動画もあのびっくりするほど鮮明に写るし、色もすごく綺麗に出るんでね、あの一眼レフとかじゃなくても全然これで十分だと思います。 Vlog とかも撮れると思います。で、一番驚いたのがやっぱり手ブレ補正機能ですね。 iPhone だけ撮影してみたとかって動画で結構載ってると思うんですけど、そういう人って大体あの Osmo モバイルとかスタビライザーをねこう使うイメージが、持ってる方も多いと思うんですけど、もうね今日撮った素材の9割9分もう全部手持ちです。手持ちでこうやって持ったりとか片手で撮ったりとかやっても全然歩いてもブレないし、それはね本当に感動しました。まあ、なのであの動画撮る分にもやっぱ手ブレってすごい気になると思うんですけど、そこに関してはねあの素晴らしいです。はい、なのであの Vlog 機として何を使っていうと、もう結論全然ありだと思います。そのね、夜のシーンがちょっと限られちゃう部分あるんですけど、設定 4K60fps でも撮れるし、まあ、色とか、手ブレ補正とか全て考えると、まあ、一眼レフで20万30万使うくらいだったら、まあ、入門機としてね iPhone12 Pro を使うっていうのも全然ありな選択肢なんじゃないかなと思います。で、まあ、今日はあの初見レビューというか、こう実際に初めて手に持ってみて、そのままその足で外行って撮影してみたっていう感じなので、まあ、まだまだね僕が発掘してない機能だったりとかこう魅力っていうのはたくさんあると思うので、まあ、これからちょっと日常的にこれを使っていろんな動画とか写真撮っていきたいなと思います。で、またちょっと1ヶ月後とかちょっとあのもう少しこれに慣れたところでまた皆さんにこうアップデートしたレビューみたいなのもねできたらいいなと思っております。いや本当にね iPhone8 から iPhone12 に乗り換えてねすごいことですよ。はい、僕からしたらめちゃくちゃ感動することなんで、ね、この感動を皆さんにも共有したいんですけど、新しく iPhone 買おうかなと悩んでいる方はちょっとぜひ検討してみてください。ということで、今日1日iPhone12 Pro だけで、撮影していました。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。